人間と仙人はオーディンの猛攻をしのいだ。その後オーディンの恐るべき計画が阿部の生命の口から語られる。オーディンは破壊神の力を借りてイグドラシルを生成。その機に異界の力を集め最終兵器を作り出そうとしている。兵器が完成すればオーディン以外の全てが滅びるだろうと。オーディンの野望を止める方法は破壊神を倒しイグドラシルの生成を止めること。連合軍は総力を持って破壊神討伐に挑む。いよいよあの破壊神に迫るか。あの者を撃たねば人に未来はない。我らの武をもって何としても打ち果たさん。信長が命ずる破壊神を撃て。万全の敵を突破する。俺も行こう。戦つ否、先人とした破壊神のもとへ向かうのだ。ただし無理はするでないぞ。心配ご無用、我ら決して犬死にはいたしません。敵将討ち取ったい。貴様の力はこんなものではない。思わずやらみたまえ。うちも協力するで。バキちゃんの頼みやもん。変身関羽一生で今は強大な敵を倒すため力を貸していただきたい。それはこちらとて同じこと。葬儀を左遷し優勝の分頼りにしている。あのお方のためメッセル押し通る。邪魔を阻止。なんか静かで寂しいぞ。心地よい悲鳴を聞かせろ。いただき、この私を足止めに使うと。まあいい、うまく奴らの目を欺くとしよう。手は抜くな。そうでなければまい、あの女も納得しない。さっきの目が戦おう。難しい。悪いね、本気で負け。お見事です。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。特別についてきてくださいよ。はい、はい。破壊神とやらと戦わせろ。ダメよ、呂布さん。我慢して、永遠に強者と戦い続けたいんでしょ。本当にオーディンに従っていていいのか。奴の元にいたところで好きなようには戦えない。加減してやったのだ。言っておくが、これが私の実力ではないからな。それで行け。我らはこの道を守る。決して敵は通さぬ。早く破壊神の元へ。信じておった。なんて凄まじい力。みんな、ひるむでない。この支柱に数を見出せ。払ってきた。すべて破壊する。力を合わせま
ましょう。はい、ヤツの傷が癒えていく。清盛、余計なことを。術者を撃たねば破壊神は倒せぬ。このままではただ勝つと稲が危ない。我、ことの難に望みて引かず。ここで稲が倒れては世界が。これが破壊神の力。生じた破壊者よ、我を終わらせてみせよ。すべてを滅ぼす。望み通り滅ぼしてやろう、貴様を。マキゼイ、オロチ様。あの時オロチ様が復活していたの。これじゃあオロチ様と戦うことになるけど、それはそれで楽しそう。オロチ二人、面白い。俺も戦うぞ。待って、リョフさん、どうせ乱入するならオロチ様たちの戦いが盛り上がってからにしましょう。ならば俺は家康でも片付けておこう。リョフさんを御すのってほんと大変。このウサ、信長さんでもいたぶって晴らすっと。敵は殿と信長殿を狙うか。やらせはせぬ。守らねえと。撃ち取るか。命。さあ、なぜ忘れていた。我らは過去に奴と戦っている。そうです、あの時も融合した世界で過去の英傑たちと一緒にオロチに挑みました。その後、奴から生まれた幼者も倒した。悪くない座標であった。日の元の将、それに戦界の者たち、すでに我らは仲間とも出会っている。なりませぬぞ、リュフ殿、タッキ殿、我らは守備に徹すればよいのです。女性の無足並みは揃わぬか。受けてみよう。こうなっては我らも援護に回るしかない。燃やし尽くせ。我らも動かねば怪まれるか。家康殿を守らねば。ここを通してはならぬ。何故我の前に立つ。貴様を滅ぼし全てを終わらせるため。それとも貴様が我を終わらせているのか。まあまあ、そう急がずにさ、ここで俺と遊んでちょうだい。力を合わせましょう。はい、決死してやれ。お見事だ。それがしも習いましょう。信じておった。次会った時覚悟しろよ。今日は調子が悪い。王道たる武、さすがにござる。
あかん、ダキちゃんが危ない。気を違反、ごめんな。うちに助けに行く。共に強じよう。はい、はい。Yeah!
度来ても無駄よ。全ては滅ぶ。我を退けても無意味。全ては破滅に向かっている。オロチ二人は引いた。されど、このままではオーディンの企みが成就してしまいます。破壊神を滅ぼすことあたわず、リグドラシルはきっと作られてしまう。そうなればどんどん世界の力が吸われてしまうんですよね。うむ、その前に今度こそ破壊神を滅ぼすか、もしくはオーディンを討たねば世界は滅びる。しかしまさか魔王オロチも蘇っていたとは。実に圧倒的な力。あの姿を見て記憶が戻った。ひとまず戦わずに済むのはありがたいが、いずれはぶつかり合う時が来るやもしれぬ。我らとオロチの因縁はなかなか立てそうにないな。敵の軍勢がこちらへ急行中。率いているのはオリュンポスの神アレス。破壊神を狙われじれたか。アレスか。奴には父上の強大な力がある。どう対処したものか。信長に任せよ。人の力、あの神に見せつける良い機会であろう。連合軍の前線虚しく、イグドラシルは生成されてしまった。破滅の巨木は異界の力を吸い込み成長を始める。破壊神を倒せばその成長を止められるかもしれない。人間と仙人は一縷の望みをかけ彼との再戦を目論む。だがオーディン陣営がそれを許すはずもない。ゼウスの力を得たアレスが連合軍の城へと攻め寄せた。人間が抱いたかすかな希望を砕くために。信長殿ってすごいですよね。今だって私たちに攻められた時だって焦っているのを見たことがないです。確かにアレスの方がよほど感情的で人間らしいとすら言えるかもしれませんね。この戦も信長公ならばきっと冷静に勝利へと導いてくださるでしょう。そのためにも私たちはなすべきことを果たさねば。信長を囲むは神の大軍。是非もなし。各所功を求めて人らしく抗うとしよう。ぞなで斬りぞ。敵がもう城内に入ってきてます。追い払わないと。敵将は打ち取られた。人間風情がいい気になりよった。力の差を思い知らせてくれ。信長のやつ
法を求めるならどう。こんだけ強い奴がいるのに暴れるなってことかよ。彼らは今までの敵将とは違うようですね。どうやら強化されているようです。おそらくの術。燃やし尽くせ。私では勝負にならん。いつまで持つか見ものだな。怪物はより集まり門を破った。人も負けてはおられぬな。怪物を操る者が必ずいるはず。敵陣を素早くかけ、それを美しく撃つのは我らの役目だ。お二方はまさに阿吽の呼吸。私も遅れは取れません。ジョー、私は橋のところであの大きな怪物を止めます。その心意気はよし。鉄の橋は我と張飛殿に任せよ。おい足止めなら得意だぜ。ついてきてくださいよ。俺たちに盾つかなければ兵として使ってやってもよかった。レモン上がり逆らうなら用はない。我が配下と共に踏みつぶしてやろう。いいんですね。美しい戦ぶりですよ。見事なる働きよ。その心意気あっぱれなり。おのおのが功に打ち出す。攻撃して奮闘している。この強さ信長公は引き出そうとしたのか。信長殿にみんなですごい。私も仲間のために頑張ります。力を合わせましょう。はい、はい、今日はもう勘弁してやる。この道触れてやるわけにはいかん。ですね、美しい戦ぶりですよ。撤退するほかない。俺の前まで来られたことは褒めてやる。だがそれが貴様の限界だ。まとめてポイント。いやリアン、はい、聞かれよ。なで斬りぞ。この程度で勝ったつもりか。まあいい、体勢を立て直すとしよう。よし、おいおい、あの黒い怪物も来んのかよ。先ほどの巨の怪物はおとりか。城内の信長殿が危うい。城内へ戻る。そうですね、素早く華麗に味方を助けましょう。受けてみよう。救援かたじけなし。怪物使いはあちらに陣取っておる。おお、頑張ってんじゃねえか。人間五十下天の内を比べる夢幻の男も。人間の性は神の摂の故に抗うのよ。見事なる働きを。その心意気あっぱれなり。救援ありがとうございます。怪物を操っている人はあっちです。操る者を倒さねば何度でも出てくるようですね。お
満腹。何しよう天下無双のもののふぞ。私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。から打ち取ってやる。信長殿を救援せん。アレス殿は強い。当たって砕けます。人間は弱く短い命しか持たぬ不完全な存在。本気で神に抗うつもりなら笑えるな。その日教示よ、神の不幸はその強さ。愛して人は弱い、故に結び抗わない。一瞬のせいに全てを落とす。犬の不幸、人の性を侮ったことよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。燃やし尽くせ。美しい戦ぶりですよ。おお、来てくれたか。怪物を操っているやつはあっちの系だぜ。おお、頑張ってんじゃねえか。我が神通力、味わえ。あなたの顔を回しましょう。はい、はい、
負けるなんて。ガッテンティであるか。やってくれたか。よし、すぐに信長を助けに行くぜ。今こそ先陣を浦たん。終幕が近いようですね。さあ、この超春雷華麗に決めてみせましょう。見事。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。鍋切りぞ。うそだ、俺が負けるなんて。ご覧あれ。せや、受けてみよう。燃やし尽くせ。いいですね、美しい戦ぶりですよ。力をもってしてなお破れるなど。オーディン、ちょうどよかった。奴らを。お前などにこの力は使いこなせまい。奪う機会を待っていたのだ。始末しておけ。は。本気でオーディンが君と対等だと思っていたのか。奴はそんなに甘い男じゃない。なぜ助ける？あれ、なんでかな、体が勝手に。とにかくとどめはダメです。やり直す気があっても良いはずです。人間にも神にも。甘すぎるな。人間ごときがくだらん情けをかけおって。アレス、なぜお前はそう素直になれぬのだ。救われたこと自体には感謝しているのだろうに。みんな弟を救ってくれて礼を言う。いいえ、私たちが勝手にやったんです。お礼なんてそんな。それにしてもまずいですね。オーディンはゼウス殿の力までも手に入れた。これも彼の策略のうちなのでしょうか。父上は一体どこまで見抜いていたのか。ならば聞いてみればいい。ウヌが殺めた男がいかに口を利く。父の体はまだどこかに隠されているはず。そこに力を戻せば蘇らせることができるだろう。しかし父上の力はすでにオーディンが奪った。戻すと言っても。俺に考えがある。アーンをコケにされてこのまま引き下がれるか。悔しいが、父上ならきっと奴を何とかしてくれる。そのためなら俺は。アレス、神々の王となるのはこの俺だ。
アレスよ、貴様には父を討ってまで成し遂げたいことがあったと聞く。それは一体何じゃ？人間ごときに話す義理はないが、まあいい。俺の目的は正しい秩序を守ることだ。人間は愚かで弱く、常に管理せねばならぬ存在。それなのに王である父自らが秩序を乱し、人と馴れ合うなどあってはならぬのだ。人間を自由にさせ、気まぐれに世を引っかき回し、そのくせ全てを導く立場だからと、大事なことは誰にも話さ。息子の俺にすらな。このまま行けばオリュンポスは繁栄を失い滅びるだろう。そう思ったからオーディンの策に乗ったのだ。なるほど。ご無礼ながら、ただ傲慢なだけの神かと思っておりましたが、あなたにはあなたなりのお考えがあったと。だ、バカにしているのか貴様。いいえ、神をバカにするなどとても。そう聞こえてしまいましたらご容赦。で、今度はせっかくてめえで倒したゼウスをてめえで蘇らせるってわけだ。皮肉なもんだが仕方ねえよな。人間も神も全て滅ぶなら秩序も何もない。このままではアレス、貴様の望みは叶わぬからな。まあそうだ。それに俺を利用したオーディンは許せん。奴を倒すなら父の力と知恵が必要だろう。そのゼウスの体は今どこに？隠したのはロキだ。奴め、何としても場所を吐かせてくれる。アレス殿、待ってください。今の彼は力を奪われた状態。一人で行かせるのは危険だ。私たちも急いで追うぞ。久々にギロンよ。かかるレキッ。